ついてるんですけど、で、ミカドニの定に、間は鏡の時間とか、で、私たちもそれを教訓として見習おうというような、まあ、そういう、やっぱり名古屋っていうのはですね、御三家の中で力があって、それなりに存在感、人は要するにその連れてきた弟子たちが書いた、そうですね、名前までは出てる、名前までは分かってる、下から湯気が出てきます、はい、で、この風呂屋の反対側、その壁の向こう側が釜槍になって